はい、では、始めたいんです。住吉大社の歴史についてですね。この住吉大社の創建のきっかけとなったのが神宮皇后 の、 この三冠制度という出来事なんですね。でこれが一体何かといったら、当時簡単に言うと九州から朝鮮半島までっていうのは見られてたわけなんですね。で、まあ要は完全なる統一した国家ではなかったってことなんですよ、当時は。で、もうちょっと簡単に言いますと、あれですね、当時のその朝廷ですよねっていうのは、朝鮮半島も日本の一部と考えてた時代だったと思います。ね。で、当時、九州のあたりが結構まあ、当時の朝廷に対して反発的であると、反抗してると、ね、向こうは向こうで国を作って独立国家を作って従わないという感じであったと。でどうしようかなっていう時にですね、この神宮皇后がですね、神託を受けるわけなんですね。でそれが一体どういう神託かって言ったら、九州じゃないと、朝鮮半島だと。で朝鮮半島には金銀財宝がたくさんあるからそちらに出兵しなさいっていう神託が受けたんですよ。で分かりましたっていうふうにして、当時中愛天皇という天皇のお妃様が神宮皇后なんですけれども、出発するわけなんですね。行ってきますっていう感じで船に乗ってですね、瀬戸内海を渡ってずっとこう朝鮮半島まで行ったと。で、当時のですね、国をですね、平定するわけなんですね。で帰ってきましたっていうのが三冠制度なんですけれども、この時にその九州じゃないよって朝鮮半島だよっていう神託を下ろした神様が住吉三神なんですね。でそれがイザナギの御事が最後にみそぎ払いをして産んだ神様で、上筒能の御事、中筒能の、底筒能の御事なんですね。で三冠征伐ですね、朝鮮半島を平定して帰ってきた時に神託が降りたと。でちなみにその神託が降りた時に、その神託を与えた神様のニキビタマはあなたを守護し、アラビタマは戦のその軍隊を守護して絶対戦を勝つようにするからってことを言ったんですね。ニキビタマとアラビタマは守護するからってことを言ったわけです。でこのニキビタマの方を実は祀っているのが山口県にある住吉大社なんですよ。でアラビタマの方を祀ったのがこの大阪の方の住吉大社っていう違いがあるんです。だから実はこの住吉大社っていうのは山口にも大阪にもあるってことなんですね。でこの三冠征伐の時にその神宮皇后が必勝祈願をしたっていう神社が結構九州とか山口とかの辺りにも残ってるっていうことなんです。でそういった皇室がですね、いわば統一国家を作ると、統一した国家を作る時に動いた神様としての崇敬信仰を集めてた。だから実は歴代天皇が伊勢神宮にお参りしたっていう記録ってほとんど残ってないんですね。ここにも深い秘密があります。大伊勢さんって実は最近の天皇ですよね、明治天皇とか昭和天皇とか、ね、平成の近所天皇とかお参りされてますけれども、実はそれ以前の天皇陛下が伊勢に参拝したっていう記録はほとんど残ってないですよ。住吉はほとんどの天皇が参拝してます。これは記録残ってます、ね、それが神宮皇后の三冠征伐にも非常に関わっているのと、後に和歌の神様、言霊の神様としての信仰崇敬を集めるようになったということなんですね。で室町時代は京都の朝廷と吉野の朝廷に分かれました。で南北朝時代という2つの朝廷に分かれた、2つの皇室に分かれたという時代があったんですけれども、この南朝の方の拠点になったのが住吉大社と言われています。後醍醐天皇の方ですね、足利尊氏の北朝と後醍醐天皇の南朝に分かれたんですけれども、南朝の拠点になったと、ねまあ、こことか吉野の辺りが1つの拠点となって分かれてた時代もあったということなんですけども、後に戦国大時代になった時に豊臣秀吉が社殿を再興再築したとされております。っていうのがざっくりした歴史なんですけども、キーパーソンは先ほど言いましたこの神宮皇后という皇后様ですね、まあ、これね今から考えるとすごい話なんですよね。わかりますよね、朝鮮半島でなんか今ね金正恩がなんかよからぬ動きをしてるってなった時に、雅子様が神託を受けて、私がじゃあ今から自衛隊に出兵するかっていう状態ですからね。
まあ、なんと今はありえませんけれども、当時はありえたという時代なんですね。でしかもこの神宮皇后がすごいのは、出兵してる間に子供を産んでるんですよね。あれです。出兵してる間に生まれてるってことなんですよ。ね、これは、要はね、はらんでもらったら、でもお腹の中に子供がおるけれども、な関係あるか、出兵するぞっていうふうにして出兵して、お腹大きいまま戦って、向こうで産んで帰ってきてるってことですからね。で、ここはね、いろんな諸説あります。ね、まあ、諸説って何かって言ったら、ほんまにその時の天皇の子供なんていう説なんですよ。違うんじゃないのっていう説があります。で、ここに関しては、船によって、ああだこうだっていう言い伝えが起こってるんですね。で、まあ、そこに関しては、ちょっとまた後ほど、説を、ある説を紹介します。まあ、でも、そのね、そういう、まあ、すごい序結と言いましょうか。で、皇后様で、ご神明、ちゃんとこのご神明なってるっていうのが、ご神明を授かった神様なってるのが、この神宮皇后なんですね。まあ、ほんまに神様みたいな人物だったのでしょう。そして、実際に今はですね、今日もお参りする住吉大社の第四本宮の方で祀られております。第四の宮で祀られています。で、これはね、また後で秘密を言いますね。はい。第四にいらっしゃるということも秘密があるということなんです。で、そのね、住吉大社の功徳とは一体何なのかということなんですけども、まあ、そういった古代紀元遡ったら、聖書の祈願の必勝祈願であったということなんですね。で、功徳は非常に広いわけなんですよ、住吉大社も。出会いにも効く、才能開花にも効く、ビジネスにも効く、マーケティングにも効く、お商売にも効く、恋愛にも効く、結婚運にも効く、さまざまな運に効くのが住吉大社なんですけれども、なぜかということなんですね。で、一言で言うと住吉大社の功徳っていうのはこうっていうのがあります。でそれを踏まえる前に、まずこれね、江戸の話をしたいんですね。でね、これから令和の時代、皆さんがどういう人生になるか、そして日本がどうなっていくのかっていうことを考えるときに、2020年と2021年ってすごく大事なんですね。まあ、毎年大事って言ってるから毎年大事なんですけれども、まあ、特に大事だと考えてください。で、なんでこの2020と2021年が大事なのかってことを江戸から考えるということなんですね。で、ちょうどこの十二支の中の始まりの江戸じゃないですか。で、ネズミってどういうエネルギー、どういう意味かって言ったら、これは、はい、種子の子なんですね。種まきなんですよ。で、どんな風に花咲くか、どんな未来になっていくかっていうのは種で決まるでしょう。つまりはこの2020年にどんな種を作ったか、どんな種をまいたか、どんな思いで過ごしたか、どんな志を描いたか、どんな夢を描いたか、どんな種をまいたかで、この先の未来って全然変わってくるよってことなんですよ。ね。そういった種まきなんです。この2020年っていうのは。で、これからの12年っていうのは、これからの令和の時代っていうのは、より、自分の思いとか行動一つで、より現実を想像しやすい時代がやってきます。ね。なんでしょうね。今まで例えば、そういった、なんでしょうね。個人が開運しようと思った時に、例えば、その今であったら YouTube であったりとか、インターネットだとか、そういった媒体を使いながら、自分らしく、自分らしい情報を発信するだとか、そういうことが可能になってきました。ね。最近も言ってたんですけどね。20年前とかあったら、マスコミ叩かれたら終わりなんですよ、これってね。もう反論の余地がないわけなんですよね。インターネットなり、ブログなり、YouTube なりやったら、何も反論できません。でも、今ですよね、例えばメディアで叩かれたとしても、ね、YouTube で情報発信することによって、YouTube でそういった伝えていくことによって、いくらでもですよね、真実であったり、本当のことっていうのを伝えることができるようになります。だから、より、真実とか本当のことが出てきやすい時代になった。まあ、要は自分で自分の夢をより想像しやすい時代に来てるってことなんですね。っていう中での最初の1年なんですよ、ネズミ。で、次に来るのが牛年です。で、牛って何かって言ったら、根が種まきとすれば、牛が根作りです、これは。根っこ。で、牛ってのはこれ地中に根っこが生えてますよ、みたいな状態なんですね。で、これ、牛っていう感じに糸辺つけたら紐になるじゃないですか。紐って何か根っこのことなんですよ、これは実は。で、牛と言いますと何を思い出しますか？牛の日って何の日ですか？うなぎの日ね。土曜の牛の日、うなぎの日って言うじゃないですか。で、なんでね、土曜の牛の日だけ重要視されるかなんですよ。
他馬の日とか読んでるでしょ、羊の日とか猿の日とか鳥の日とか、まあ、鳥の日はあったりしますけれども、でも牛の日は重要視されるじゃないですか。でなんで牛かって言ったら、牛は実はこれ木火土金水というところの土のエネルギーですね。で土って根っこに入るじゃないですか、根っこって土に入るじゃないですか。でなんであれ土曜の牛の日かって言ったら、土曜のその牛の日は土のエネルギーで、土のエネルギーの供物は食べ物って何かって言ったら泥で育つうなぎってことなんですよ、ね、で土の日に土のエネルギーの供物はうなぎを食べようってことなんですけども、なんで牛が大事かって言ったら、わかります、エネルギー蓄える期間なんですよ。ここは種子で種まきして牛でエネルギー蓄える、であとはもう成長なんですよこれね。でもどう成長するかってその以前で決まりますよね。簡単に言ったら根っこ生えてるのに上ばっかり育ってたら枯れちゃいます。わかります、ちゃんと根っこを生やすから、根っこがガーッといってるから植物って育つわけなんですね。で次のドラは何かって言ったら、これは芽が生えるってことなんですよ。下側はこれは種がなんか根出して、根っ側がピョコッとなってるのはピョコッと根っこで芽が出ましたねって言うんですよね。ピョコッとなってるじゃないですか、トランカーも根っこもこれピョコッとなってるじゃないですか、これ芽が生えたってことなんですよ。でも芽出るまでが重要ですよね。種まいて根生やしてっていう、で種まいて根生やすところでちゃんとエネルギー蓄えてやってるから後が大事っていう。で牛の時に土曜の牛の日でエネルギー蓄えましょう、何食べましょうってことを言ってるわけなんですよ。でもこっからが重要です。何かって言ったら、ウサギはこれ何かって言うと双葉で成長する、タツは何かって言ったらってことなんですね。これは 根が種となって牛で根っこ生やして、トラで根が出て、あとはもうバンバン成長しますってウとタツなんですよ。でウとタツがどうなるかってことは根牛で決まってる。でもウとタツが一番成長するんですね。でなんでこのウとタツの話、ウとタツだけ丸つけてるかって言ったら、実は住吉大社のイメージ動物、イメージアニマルっていうのが実はウサギ。住吉大社のお手水のところご覧になってください、ウサギです。でなんでこれウサギかって言ったら、神宮皇后が神託を受けて、ウの月ウの日に神社建てなさいって言われたからなんですよ。ウの月、ウの日に神社建てなさいって言われて建てられたのが住吉大社なんで、住吉大社のイメージキャラクターはウで、あとは何かですよね、発達参りなんですよ。辰の日にお参りすると功徳が高いよって、辰の日に参拝しましょうねっていう伝説が残ってるわけなんですね。これ辰なんです。つまりは住吉のイメージアニマルはウと辰、ウー辰なんですよ。なんでウダツでしょうか。そう、ウーとタツが示すものは、はい、ウダツが上がるっていうことなんですよ。何をやってもパッとしない人、何をやっても成長しない人、何をやっても容量を得ない人、何をやってもなんか物事の分かりが悪い人、口がちっちゃい人のこと何て言いますか、ウダツ上がらんね、あの人はって言うじゃないですか。逆に、この人分かってるね、器があるね、才能あるね、持ってるねっていう人は、ウダツが上がってる人なんです。そう、なんでウダツっていうでしょうか。はい、ウーとタツが一番成長する時期だからなんですよ。一番成長するチャンス、一番成長する時期をものにできた人がウダツが上がるわけなんです。逆を言うと、ここの時期ものにできない人がウダツが上がらない人だっていうことなんですね。そう、住吉の功徳っていうのはそういったウダツを上げてくれるってことなんですよ。会社でも家庭でも、母として子供として、一人の社会人として、上司として、リーダーとして、会社の社長として、いろんな立場とか役割の方がいらっしゃいますけれども、そういった自分の役割やカラーに応じて、うだつを上げてくれる。それが住吉大社ということなんですね。だから、うだつが上がる功徳なんで、何でもありってことなんですよ、基本的には。ね。なんか恋愛用でもあるじゃないですか。このカップルなんかいつも喧嘩ばっかりしてて、いつもお互いの文句ばっかり言ってて、いつもなんかお互いエネルギーを下げ合っててみたいな、うだつが上がらんカップルねみたいな、ね、カップルとしてのうだつが上がるのもありますよね。仕事で言うと才能が発揮する、これはうだつが上がるということでもありますよね。あとは、まあ、母としてですよね、私まだまだ未熟でっていううだつが上がらないお母さんもいますけれども、そこがですね、人立派なお母さんねってうだつが上がってるわけなんですね。逆を言ってもお父さんのことですよね、あの人は父としてすごく立派で、いつも堂々としててね、一家の大黒柱でね、あの人と頼りがいあるねって、うだつが上がってるお父さんですし、ね、仕事で才能や能力を発揮して、お前できるようになってきたねっていうのもうだつが上がってる状態ですし、
リーダーとして一部門一部署任される人間として、伊藤手術のお店任せられる人間として、相手に任せられたら大丈夫やっていうのはうだつが上がってる状態ですよね。そう、何でも全般に聞くっていうのはこのうだつの功徳であるということなんですね。そしてうだつが上がってる人間は一体何が違うのかということなんです。もう答えは何度も言ってるということです。はい、うだつが上がってる人間が圧倒的に違うのが言霊力だということなんです。実は住吉大社の神様から見た言霊道みたいなのがあるみたいですね。住吉大社の神様から見た言霊道みたいなのがあって、例えばあなたは例えば言霊道でいうところの5級とか6級とかでも、うだつが上がったらどうなりますか？段になりますよね。あなた初段ですねみたいな、3段ですね、4段ですね、5段ですねみたいな感じ で最終的には住吉の神様と一体化してるっていう状態になるわけですよ。で、住吉の神様と一体化するとどうなるかって言ったら、これは言ったことはもう全て実現するという世界になるわけなんです。そう、まあ、それがですね、私たちの師匠北極老人でもあったわけなんですね。まあよく言ってる話ですけどね、まあ私たちの事業がですね、うまくいってない時もありました、会社潰れそうな時もありました、やばい時もありました。でもそういう時でもですよね、いや、いつかね、本が出たらこうなるねとか、いつかね、ユニアのケーキ屋さんができたらねとか、いつか東京に出店できたらこんなお店やりたいねみたいなことをおっしゃるわけなんですね。いや、でも、明日の食材費すらやばいっすよみたいな状況でもそんな感じなんですね。でも、そうやって北極老人が言ったことは、なぜか不思議と実現していく。いつかこんなスタッフが来てくれたらいいねとか、いつかなんかこうなったらいいねみたいなことがどんどん実現していく言霊力なんですね。で、究極的には言葉っていうのは一体どうなるかって言ったら、これは実際にそういうイメージを持って言霊を誰でも発するといいんですけれども、今日もお祈りとかお願いするときはそういうイメージを持ってお祈りするといいんですけれども、言葉とは何か、光る透明の波なんですよ。言葉なんです。だから何か言葉を発するときっていうのは、自分から放たれる言葉の光っていうのがワン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 ってなっていって届く。そしてそれは現実を想像していくってことなんですね。その光っていうのは現実を作っていくんです。想像していくんです。そしていつか誰かの心に届く、いつか現実に影響を与えるということなんですね。そういう思いでもって参拝するといいですよ。そういう思いでもってお祈りすると全然違うってことなんです。そしてそういう思いでもって自分は言葉じゃなくて光を発してるんだっていう思いでもって言葉を発すると全く違ってくるっていうことなんです。言葉とは光であるっていう、それが住吉老人、南極老人の境地であるということなんですね。で、その功徳によって人生がどう変わっていくのかっていうことがポイントなんですけれども、実は住吉大社の功徳を受けた、住吉大社の功徳ってこうですよっていう物語とか日本昔話があるわけなんですね。誰でも知ってます。で、これは実際その昔話をよくよく読み解いてそう書いてるわけなんですね。はい、この2つなんですね。住吉にまつわる日本昔話、さあ分かりますでしょうか。左、これ分かりますね。小さなお椀にね、乗った王子様ね、これは一体誰か。乙姫様と出会ったことによって浦島太郎は住吉老人に変わったという解釈。乙姫様とは一体どういう方のことか、これが実は沖縄正姫のことであると、神宮皇后のことであるという説があります。